我が町和歌山。この番組はみんなに教えたくなる和歌山市の魅力を発信します。今回は北村栗町商店街で毎月第1火曜に開催されている朝ごはんマルシェ北村はじめ食堂を紹介します。街中には多くの有給不動産が存在しています。それらの有給不動産の活用や街中の公園や広場、道路等の公共空間の利活用を推進するため、専門家による講義や参加者のグループワークなどをプログラムとしたまちづくりスクールチャッカソンを昨年度に開催し、個人の参加者や企業など多数の方にご参加いただきました。はじめ食堂は昨年度チャッカソンに参加いただいた方が企画運営しています。そのチーム名がビバです。スクールにおいてビバのメンバーから地産地消×健康をテーマとし、北村栗町商店街の活性化を目的とした北村はじめ食堂を提案していただき、今年4月より月1回の朝ごはんマルシェとして開催しております。現在はビバのメンバーを主体とし、北村栗町商店街振興組合や和歌山市のまちづくりを担っていただいている都市再生推進法人とも連携し、地域の方を含めたさまざまな方を巻き込みながら、北村はじめ食堂だけでなく持続可能なまちづくりを進めていくために、北村サニー実行委員会として活動をいただいております。9月6日に開催された朝ごはんマルシェ北村はじめ食堂にお邪魔しました。人気の茶がゆ定食やしらす丼をはじめ、タコライス、ピザ、フレンチトーストなどバラエティに富んだ朝ごはんを提供するお店が集合。ドリップコーヒー、バナナジュースなども人気を集めていて、出勤途中の会社員や学生、家族連れなど多くの皆さんが朝ごはんを満喫していました。またこの日は尾花市長も北村はじめ食堂を訪れ、茶がゆ定食を食べて市民との朝ごはんを楽しんでいました。この取り組みを主催するビバの灰原さんに聞きました。この商店街どうやって盛り上げようかって話で、やっぱり朝をみんな抜きがちな社会人の方だったりだとか学生の方に朝ごはんを提供させてもらって、朝から元気よく活動してもらいたいなっていう思いで始めさせてもらいました。いろんな方が来られてて、大人の方だったり家族で来られたりとか、いろんな年代の方が来られてて、すごい楽しく盛り上がってるなって感じております。会を重ねるごとに盛り上がりを見せる北村はじめ食堂、商店街にもいい影響があったようです。今まで商店街に来られてなかった方も大勢見えられてですね、で各お店ですごい楽しかったよとかね、あるいは、いろんなところの媒体に紹介されているので、今度行ってみたいねって言って、商店街だけでは絶対できないようなですね、その皆さんにこういい印象を持ってもらえてるんじゃないかなと思ってます。このはじめ食堂に加えてですね、北村リメンバーマーケットというのも開催しています。市民の方にも浸透していってると思いますので、これを続けていきたいと思っています。次回も出店者さんもいろんな方を来ていただいて、ビバの茶がゆ定食も、いろいろ毎回変えていきたいと思ってるんで、また楽しみに来ていただきたいと思います。はい、次回は11月1日火曜日の朝7時から10時で北村栗町で開催します。ぜひお越しください。最後に感染症対策について市民の皆さんへのお願いです。安全な生活、安全な外出を心がけてください。ワクチン接種後も引き続きマスク着用などの対策をお願いします。和歌山市からのお知らせでした。